我々はこの物語を知っている。この後世に語り継がれるべき戦士たちの物語を知っている。百年の因縁、百年の因果を断ち切ろうと戦った男たちの物語を、我々は決してこの物語を忘れてはならない。第一章、静かなる暗殺者、破教院範明、ハイエロファントグリーン。この心、この体、この魂、すべてあなた様に。ほほう。このすべてがディオ様のもの。ならば死んでみせろ。喜んで。生気を吸い取る。すでに何百何千か。しかし、いまだ百年の傷は癒えぬ。チッ。まただ。また何者かに見られた感触を味わったぞ。やはり、ジョナサンの子孫というわけか。かつての因縁が、百年という歳月を経て蘇るとはな。ギリギリのところで奪い取ったこのジョナサン・ジョースターの肉体、その肉体にほんのちょっぴり残っていた生命の力、それを得てこのディオは百年の間生き続けることができた。だがこの肉体がジョナサンの子孫に何らかの信号を送っている。血族にだけに通じる魂の信号を。いいだろう、ジョナサン。いや、ジョースターの血統は私の人生にとって目障りな存在。始末すべき宿命、抹消すべき因縁、すでに手はこれも運命というやつか。ディオか。ジョータロウ、お前が身につけたその能力、普通の人には見えない生命エネルギーが作り出したビジョン、
それこそがスタンドなのじゃ。スタンドとは俗に言われる超能力のようなもの、あるいは守護霊と言い換えてもいいかもしれません。スタンド能力を身につけた者は戦う意志によってスタンドを操れる。ジョースターの血族であるこのわし、そしてその孫であるお前に突然スタンド能力が現れたのには理由がある。ディオの復活。そうじゃ、100年前わしの祖父であるジョナサン・ジョースターが倒したという男、絶対的な究極の悪、その男が遥かな時を経て蘇ったのじゃ。しかも我が祖父ジョナサン・ジョースターの肉体を乗っ取って。やれやれだぜ。おはよう、ジョジョ。ジョジョ、おはよう。ねえジョジョ、4日も学校来なくてどうしたのよ。わかった、また喧嘩して相手の男をメタメタにしてたんでしょう。それとも珍しく怪我でもしたの。バカね、ジョジョが負けるはずないじゃない。あら、バカとは何よ。バカだからバカって言ったのよ。まあ、何よ、ペチャパイのくせに。うるさいわね、デカパイのくせに。なんでペチャパイよりマシよ。やかましい。やれやれだぜ。あれが空城城太郎。試してみるか。ハイエロファントグリーン。何？なんだ？緑の触手みたいなものが。この連中には見えなかったのか。足元から襲ってきた緑色の触手が。この石段はよく事故が起こるのよ。これからは私と手をつないでおりましょう。あら、抜け駆けしないでよ。何ですって。まさかスタンド。君、左足を切ったようだが、このハンカチで血を拭いたまえ。見ない顔だが。他教員のりあき、昨日転校してきたばかりです。どうぞよろしく。結構イカスじゃない。そう、でも私はジョジョの方が好き。家教員のりあき。ジョジョ、また喧嘩したんじゃないでしょうね。どうしたのよ、その足の怪我。校内では帽子を取りなさい。行儀悪いわよ。先生、ジョジョが喧嘩して怪我したことなんてあるかい。さあさあ、第一この辺りの高校でジョジョに歯向かう無謀な野郎なんていねえよ。それもそうね、信じてあげるわ、転んだっていう話。さあ、手当てをするからズボンを脱いで。ここでか。そうよ。それともハサミで切ってもらいたい。気をつけな、ジョジョ。この先生、若い男の子が好みらしいからよ。あら、じゃあ君たちを体温計で測って仮病だってこと証明してあげるわ。勘弁してくださいよ先生。あ、頭が割れそうに痛い。やれやれ。あの家教員という男が貸してくれたハンカチ。ハンカチに血で書かれた文字。空城城太郎、本日中に貴様を殺す。私のスタンド、ハイエロファントグリーンで、だと。先生、何してるんですか。何をやめてください先生。体温計を振ってメモリを元に戻しているんじゃないの。
先生、それは万年筆です。これのどこが万年筆に見えるの。なんかやばい雰囲気。なんて頭の悪い子なんでしょう。だったらその腐った目でよく見てみなさい。おでの目ん玉に万年筆の先っちょが まるで目ん玉が大粒のぶどうの実みたいにぐちゃぐちゃだ。これでもまだ万年筆に見えるの。いや体温計ですよ。それは万年筆じゃなくて体温計です。このバカガキ、これは万年筆に決まってるじゃないの。やめな先生。ジョジョ、もうジョジョ、まさかあなたまでこれが万年筆に見えるなんて言わないでしょうね。この腕力、女の力じゃねえ。死ぬのよジョジョ。まさか。その通りだ華教員のりやき。その女には私のスタンドが取り付いた。よく聞け。私のスタンドを攻撃することはその女医を傷つけるということを覚えておけ。貴様何者だ。答える必要はない。いや、ディオ様に忠誠を誓った男とだけ言っておこう。ディオだと。なるほど。だったらどうだというのだ。いろいろ喋ってもらわねえとな。何のつもりだ。ジョイに口づけ。ジョイの体内の我がスタンド、ハイエルファントグリーンをまるで強力な真空掃除機のように自分のスタンドで吸い出しただと。バカな、なんてパワーなんだ。なるほど、取り付くしか芸のなさそうなゲスなスタンドだ。緑色で筋があってまるで光ったメロンだぜ。さっきから一体何を言い合ってるんだこの二人。緑色のメロンだって、体内に何かいるだって。見えねえ、俺には何も見えねえ。なるほど、スタンドを引きずり出したのはなかなかいいアイディアだ。だがそれによって貴様は後悔することになる。何？先生が血まみれで。君のせいだよ空城城太郎。言ったはずだ、私のスタンドに攻撃を加えれば取り付いていた女医もただでは済まないと。これは女医と華教員のスタンドを結ぶ緑色の糸。貴様ようやく気づいたようだね。我がスタンドハイエロファントグリーンは力こそないが、体を液状にして変幻自在の攻撃ができる。そして貴様が引きずり出したのはハイエロファントの核の部分。まだジョイの体内にはほんのわずかだが、ハイエロファントの一部が残っている。ゲスが。そして、いやー、保健の先生が血まみれで。見て、こっちでは血まみれの男の子が顔を押さえてうずくまってるわ。何が起こったというのだ。これは問題だ、問題だぞ。どうしたんだ空城、何があったんだ。貴様一体何をやらかしたんだ。先生、彼が、空城君がやったんですよ。もう何？君も見ていただろう。なんだかわかんないけど、わかんないけど、ジョジョが保健の先生にキスしたのだ。ブワーって血が吹き出して、それでやはり空城の仕業か。いつかとんでもないことをしでかすと思っていたが、これはひどすぎるぞ。やかましい。うわ、この私にも暴力を。これは定額、いや退額、いや警察沙汰だぞこれは。華教員、てめえ。こいつらにスタンドは見えない。見えないということは存在しないも同じ。さあ行け、僕のハイエロファントグリーン。
まだやる気か。おら！いいパンチだ。だが。保険の先生が。空城！貴様また暴力を振るったな。もう弁明の余地はない。傷害事件だ。度合い問題だわ。もうやめて、ジョジョ。なんだかわかんねえが、これ以上やるとマジで先生が死んじまうぜ。家教員城太郎、僕は何度も言った、ハイエロファントに攻撃を加えればジョイの身を傷つけると。君のせいだ、全て君がやったのだ。さらに奴のスタンドから緑色のヌルヌルした液体が。くらえ、我がハイエロファントグリーンの。やばい、てめえら下がれ。何がだ、何が。もう遅い、エメラルドスプラッシュ。ディオ様、これで城太郎目を抹殺しました。ご安心を。家教員、貴様。ほう、自分のスタンドを使って落ちてくる瓦礫をガードしたか。なるほど、力だけではない、とんでもない素早さも持ち合わせたスタンドだ。だがな、予想以上のダメージ。愚かな、自分を犯人呼ばわりした者をかばって必要以上にスタンドパワーを浪費した。無様だぞ城太郎。ゲロー。痛みをこらえて立つか。しかし悲しいかな、その行動はボクサーの前のサンドバッグ。あとは撃たれるのみ。先生が何十ものハサミを構えて。お前が助けようとしたジョイの手にかかって死ぬんだな。家教員、この空城城太郎はいわゆる不良のレッテルを貼られている。卑怯な手を使う喧嘩の相手を必要以上にぶちのめし、威張るだけの脳なし教師を叩きのめし、料金以下のまずい飯を食わせるレストランの代金はいつも踏み倒す。だがこんな俺にも吐き気のする悪はわかる。悪とはてめえ自身のためだけに弱者を利用して踏みつけるやつのことだ。マジでや貴様は無抵抗の女を自分の意のままに操る人形か何かのようにな。説教か。おめえのスタンドは確かに被害者にも嫌をなく操られた加害者にもわからねえ。まして法律で裁けるはずもねえ。くだらぬこと。だからさ、うん、だから俺が裁く。違う、悪、悪とは敗者のこと、正義とは勝者のこと。過程は問題じゃない、結果だけだ。すなわち負けた者が悪なのだ。死ぬがいい。敗者が悪か。だったら、いやそれじゃやっぱり、あ、数十本のハサミが徐々に。てめえが悪じゃねえか。信じられん、あれほどのハサミを空中で全て正確に叩き落とすとは。私のハイエロファントグリーンを指先だけで教師の体内から引きずり出した。力じゃこっちの方が。悲観、エメラルドスプラッシュ。なんだよ、エメラルドスプラッシュ。軽く片手で防いだ。くわあ、うわあ、うわあ、超精密な動きと目にも止まらぬ素早さ、そして無類のパワー。これが、これが貴様のスタンド能力か。裁くのは、うわ、俺
のスタンドだ。どうだ、他人と同じ目に遭う気分は。なぜだ貴様。うん、あのパワーならこの俺に完全にとどめをさせたはずだ。お前は寸でのところでパワーを抑えた。なぜだ。ディオのことを貴様から聞き出すためだ。それだけか。貴様、俺に情け。気を失いやがったか。何がどうなったの。お目覚めか。おいジョジョ、何がどうなってたんだよ。勝手にお前が吹っ飛んだり吹っ飛ばしたり。どうやらジョイの傷は意外に浅いようだ。なあジョジョ、まるで漫画家なんかに出てくる超能力みたいだったじゃんかよ。超能力じゃねえ、え、スタンドだ。こいつは連れていく。ああ。それとこれを頼む。なんだよこの紙切れ。なあ、おいジョジョ、ジョジョ！ちょっと、いつの間にか保健室がめっためたに壊れちゃってるじゃない。何がどうなったのよ。メガネは、私のメガネはどこだ。ねえジョジョはどうしたのよ。ジョジョはそれが、そのこの紙切れを。何よこれ、早退届。こんなに壊しといて早退届1枚。定額だ。いや、定額だ。やれやれだぜ。下級員が破れた。奴の脳に植え込んだ我が細胞肉の目も抜き取られた。おそらく下級員のことが奴らの味方につくに違いない。そして奴らは来る。百年の因縁を断ちにこのリオの元まで。運命とスタンドの能力の暗示を決めるタロットカード、星の発金、スタープラチナか。それが奴のスタンド、空城ジョータロー、ジョナサン・ジョースターの子孫。次回予告。悪の貴公子ディオを求め我々はカイロへと旅立った。タイムリミットは50日。それまでにディオを倒し忌まわしき因縁を断たれば我が娘ホリーの命が。お任せくださいジョースターさん。とそして舞台はインドへ。悪の魔王ディオ打倒のため。軽かったよ、私は帰ってきた。アブドル何力んでんだよ、キャラクターが違うんじゃねえか。いらぬおせっかいを。おせっかいだと。えなあジョア。やれやれだぜ。次回ジョジョの奇妙な冒険、幻惑の旋律、ストレンジリレーション。オラ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 。タワーオブグレイ、ダークブルームーン、ストレングス、エボニーデビル、イエローテンバランス。これらスタンド使いの資格を破ったジョータロー一行はカイロを目指す旅を続けていた。そしてシルバーチャリオッツというスタンドを使う新たな仲間ジャンピエール・ポルナレフを得た彼らの現在位置は。第2章、幻惑の旋律、ストレンジリレーション。
カルカッタ、人口1100万人、その中で浮浪者の数はなんと200万にも及ぶという。19世紀のイギリス人はこの町をこう称した。この宇宙で最悪のところだと。お願いします、何か買ってください。私あなたの友達、このことを貸してくれない？バクシーシー、バクシーシー、バクシーシー。ハロー、私友達、品物安いよ、どんどん安いよ、すごく安いよ。なんか買ってくれないと私首つって死ななきゃならないね。たくひでえところだぜ。デリケートなこの俺様にはもう我慢できねえ。ああ待て、ポルナレフ、今ジョータローとジョースターさんに手近なホテルを探してもらっているところだ。それに住めば都というぞ。しかしよ、本当に参っちまうよな。ん？この女の子は？へへ、あいつ香港からこっちずっと俺たちの後をつけてきてやる。いいじゃんかよ、たまたま道順が一緒なだけじゃんか。おほう、おめえさんのお目当てはジョータローなんじゃねえのか？え？まあせがき、やかましい。まあいいじゃないですか、害があるというわけでもないし。うん、それに、今時珍しいですね、手回しオルガンだ。昔はよく旅芸人なんかが弾いていたがな。へへへ、おっさん、年いくつなんだよ。いいか、おっさんじゃねえ。しかし、このメロディ、何か不思議な感覚がある。お客さん、旅の方ですか？ああ、そうだが。お気をつけよう、悪い層が出てますぜ。悪い層？このメロディ、この旋律は音楽は人の感情を揺さぶる、音楽は人の心を支配する。貴様、スタンド使い心の隙間に強引に音楽がねじ込んでくる、この感覚は何だ。魂が音階に連れて揺れ動く、この感覚は。おい、華経院、どうした？なんだよ、ぼーっとしまって。タリラララん？あ？タリラー？なんか変だよその人、まるでシンガポールで会った偽物みたいだ。何？あの女にでも変形できるイエローテンバランスってやろうか。いや、あの男は確かにジョータローが再起不能にしたはず。じゃあ、タリリラルーリラー、ハイエロファントグリーン。お、バカな、こんな街中でスタンドを出した。タリエメラルドスプラッシュ。ごめん、組よ、何でも言いつけてくだせ。蹴るな。なんと、罪のない人々を。しっかりしよう、華経院。タリーラー、シルバーチャリオット、マジシャンズレッド。タリーラーリー、クソ、スタンドを出したはいいが、こんな街中で戦ってしまったら。しかも相手は本物の華経院、やばいぜ、手加減して勝てる相手じゃねえ。まさか味方と戦う羽目になるなど。いい、お、下がれアブドル。お前さんのスタンドじゃ町が大勝ちになっちまう。ここは俺のタシルバーチャリオットに任せてもらおう。タリリリ、なんだと。大丈夫か、ポルナレフ。ああ、危なかった、一瞬スタンドで防御しなけりゃとっくに織田仏だったぜ。しかしダメだ、相手が華経院だと本気を出しきれねえ、ついつい手加減しまう。とにかく今は逃げるしかなさそうだ。おう、そう、シンガポールからこっちついてねえぜ。アリリリリ、いかん、二手に分かれよう。いかにハイエロファントでも二者同時に攻撃はできない。ああ、分かった。しかし待てよ、どっちかが集中攻撃されたらどうする。考えてない。おお、ノー。いやー、参ったの。
どうも土地勘がないと思うように街を歩けんわい。早くしねえといい加減日が暮れちまうぜ。まあまあ、大船に乗ったつもりで任しておけ。船も飛行機もこりごりだぜ。なんだか向こうで大騒ぎやってるみたいよ。やだ、喧嘩。とにかく観光よ。珍しいものは何でも見て帰らないと。そうね、だって私たち日本人観光客なんですもの。なんだか妙に騒がしいようじゃの。宿が先だ。おお、そうじゃったな。ここまで来りゃ大丈夫だろう。アブドゥルの野郎もうまく逃げ出せただろうか。何者だ。私だよ。私。驚かせやがって。ねえ、家教員さんどうしちゃったの。んなこと俺が知るか。さっき道端にいたオルガイ引きのじいさんだけど、なんでこんなところに。ラリラリ。そうか、読めたぜ。このオルガン弾きのじいさんこそが何らかの方法で家教員を操ってやがるんだ。いかにも。このじじい。家教員はわしのスタンドストレンジリレーションに操られておるのじゃ。貴様スタンド使い。そしてタリーラリーラリーリリー。あ、アブドル。タリー。そんな、アブドルさんまで。なんてこった。わしのスタンドは音のスタンド。スタンド能力を持つ者同士がスタンドで会話できるように、この幻惑の旋律はスタンド能力を持つ者だけに聞こえる。貴様もディオの手先か。バーカ。スタンド使いイコールディオの手先というのが貴様の発想の貧弱なところ。何？ギャッハッ。ギニワシのスタンドストレンジリレーションはタロットの暗示とは無関係の能力。もともと持って生まれた能力に過ぎん。鳥が空を羽ばたくように、カニがハサミを持っているようにの。そうか、俺はアブドルのような先天性スタンド。その通り。そしてわしの老後の楽しみは、なんだこの音は。スタンドを持った者同士が己の能力を駆使し殺し合いをするのを見物することじゃ。シルバーチャリオッツ。無駄じゃ無駄じゃ。音は殴れない、音は燃やせない、音は切り裂けない。そして音は原始の響き、生命の鼓動。音の魔力に逆らえる者はこの世のどこにもいないのだ。たとえディオとかいう男であってもな。ギャーラリラリ。太郎、ジョースターさん。じじい、まだ見つからねえのか。おかしいの。ちょっと地図を見せてみやがれ。おい、北と南間違えて見てるじゃねえか。あり、そうじゃったか。やれやれだぜ。ジョジョ、大変だよ。ん？俺のことか。わしのことか。ジョジョ、まだついてきてやがったのか。しかし様子がおかしいぞ。大変だよジョジョ。変な手回しオルガン引きのじいさんに、アブドゥルと家教員さんとポルナレフが。
根回しのオルガン弾きだと。そうよ、あっちの路地の方で。いいや。え？向こうから来てくれたようだぜ。カキョイ、ポルナレフ、アブドゥル。気をつけてジョジョ、あのオルガン弾きのジジイが歌教員さんたちを変な風にしちゃったんだよ。タラリリリタリラリラリ。確かに血と様子がおかしいの。下がってな。ジョジョ気をつけて。油断するなジョタロウ、あのオルガン弾きスタンド使えるしが、その能力がわからん。力ずくで聞き出してやるぜ、スタープラチナ。年寄りだからって手加減はしねえぜ。え、老人はいたわるもんなんじゃがの。ストレンジリレーション。これは…いやし、しまった。こうもやすやすと。うらっ無駄じゃ無駄じゃ。音に対して一体何ができるってんじゃ。ジョジョ、ハミットパープル。おいぼれジョセフ、貴様のスタンドで何ができるっていうんじゃ。ジョジョ、ねえジョジョ、しっかりして。ザリリリザリラリラ。まさかジョジョまで。ダリラリラリラン、ジャリラリタリラリラ。ジョセフさんも。こうもあっけないと拍子抜けするわい。まあ、では早速わしのオルガンに合わせて踊ってもらおうかの。さて、死の舞踏の時間じゃ。思い切り殺し合うがいい。それぞれのスタンドを出しての。ハイエロファントグリーン。シュバーチャリオット。マジサンズレッド。スタープラチナ。アミットパープル。スタンド勝ち抜き合戦じゃ。さあ、周りのゴミくずみたいな人間を巻き込んで無茶苦茶に殺し合うのじゃ。タルラクロスファイアハリケーン。なんだ、私のお店が突然燃え出してしまったよ。エメラルドスプラッシュ。なんだ、車に轢かれたみたいに俺のリアカーが。ラリラリラリラ。いやー、私のワンピースが。なんで、どうして何もないのに切り刻まれちゃったの。オラオラオラ。悪霊だ、悪霊の仕業とは。もう学校には来ません。神よ、命だけは。燃えてるわ、あっちもこっちも。やめてよジョジョ。リリやめてったら。ダララリラ。私の言葉も聞こえないなんて。楽しい、楽しいね。
これがわしのスタンド、ストレンジリレーション。なにもしなくていい。こうしてオルガンを弾いてるだけなんじゃからな。タリータリリータリータリー、ジョセフか。タリン、フリー、お前も人間どもをぶち殺してこい。タリー、あ、いや、それとも孫のジョータロウを背の手にかけてはどうじゃ。次週からこの漫画のタイトルはストレンジジジイの奇妙な冒険じゃ。ちゃダリーン、あれ、バカな、なぜジョセフがわしを殴る。タレ、何をしておる。わしの命令が聞こえんのか。ダリーン、ダリーン、ダリーン、またわしを殴るだと。なぜ、なぜだ、なぜ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 、わし、わし、わしの、わしのオルガンが、なぜ、な、なぜ、なぜ、なぜ、いい加減にしろ。その下手くそなオルガンは聞き飽きたわい。貴様の大事なオルガンを見てみるんだな。え、ほらな、ほら、でもわしオルガンの箱の中に茨のツタが絡まっておる。これはまさか。そのまさかだ。ハミとパープルだと。気づかなかったのか。貴様のお取り支配される直前、ハミとパープルのツタを手回しオルガンのドラムに絡めつけておいたの。貴様が大喜びでオルガンを回せば回すほど、ハーミットパープルのツタは徐々に回転ドラムに絡まっていく。わしの意思とは無関係にな。貴様のオルガンはもはやまともな音を流すことができない。ということは、ここは地位。音のスタンドとはいかにも CD 文庫向けのいいアイディアだったがな。うわ、わだれ、ストレンジリレーション。やれやれ、無駄じゃ。すでにまともな音は流せない。そして音で人は殴れない。音で人は切り殺せない。たとえ音楽を流せずとも、ストレンジリレーションにはこのような使い方もあるのじゃ。超低周波振動。鉄骨と瓦礫に押しつぶされ死ね。やれやれ、年は取りたくないもんじゃわい。貴様のオルガンにわしのハーミットパープルが巻きついたままだということを忘れたか。やめてくれ。これがないとわしは。次にお前は頼むから許してくださいと言う。頼むから許してください。許して。もう遅い、ハーミットパープル。なんだ、一体どうしたって言うんだ。そうだ、あの手回しオルガンのジジイに操られていたのか。あーらしいな、みっともねえ話だが。ジョジョ、よかった。ジョジョ、くっつくな。だってだって。しかしあの呪縛からどうやって逃れられたんだ。わからない、見当もつかない。ああ、ジジイ、どこ行ってやがったんだ。まあ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 、年寄りはいたわらんといかんぞ。
ジョースターさん、あのスタンド使いは？そうだ、それだ。また操られる前に、なんとか五人がかりでやっつけちまわねえと。スタンド使い？我々を操っていたやつですよ。それなら、ここに。この歩くことも満足にできない老人が？信じられねえ。あたしは今年89歳になります。おそらく自分の存在意義を失って生命力を失ってしまったんだろう。哀れなものだ。音のスタンド、ストレンジリレーション、老人ボケでリタイア。おっといかん。ともかく騒ぎ大きくなった。そうだ、そこらのレストランで一休みで行こう。インド名物のお茶、チャイでも飲んでな。結局ホテルが見つかってねえだけだろう。で、まあ、あまり老人を働かすとバチ当たるぞ、バチッと。ち、やれやれだぜ。黙ってあげ。次回予告。感じたか、ジョー太郎。ああ、間違いない。ディオだ。今、ディオに見られた感覚が確かにあった。チッ、ディオ・ブランド。やつも我々を恐れている因縁のジョースターの血を。目障りなジョースターの血縁。たとえゴミクズのような存在だろうと、早々に絡みつく運命の糸を断ち切っておかねばな。この私の配下にはエンヤバーも知らぬ未知のスタンド使いたちが数多く存在する。タロットの暗示とも外れた最強のスタンド使いどもが、次回その恐るべき力を見せてやろう。ジョジョの奇妙な冒険第2巻、乞うご期待。無駄集英社 CD ブック「ジョジョの奇妙な冒険」第1巻。出演、空城丈太郎、柳田清幸、ジョセフ・ジョースター、内海健二、ディオ・ブランド、若本則夫、モハメド・アブドゥル、大塚明夫、歌教員則明、早見翔、ジャンピエール・ポルナレフ、山口健、スタンド使いの老人永井一郎、不良少女吉田こなみ、ナレーション屋良優作、掛川博彦、篠原恵美、江川久男、高木渉、田野恵、根谷美智子。原作荒木博彦、脚本山口博史、演出三間正文、音楽長谷川智樹、制作協力起草者、制作集英社でお送りしました。